27日放送のフジテレビ系バイキング月金曜全11時55分で、大阪府が新型コロナウイルスに感染し、症状が回復して退院していた大阪市のツアーガイドの女性について、再び陽性反応が出たと発表したことを報じた。また、中国、広東省のエース、じゃあ何回検査すればいいんだろう?とか、潜伏期間で一応、数字、日数が出ているですけど、それって本当に正しいんで、とか不安材料がやたら多いんですけどもねと指摘した。